おはようございます。渡辺美塚です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2021年9月1日です。はい、いよいよこの月を迎えてしまいました。今朝割と涼しくてね、私にとっても助かっているんですけども、今回お届けします記事は Road to Smart Contracts It's a Goal for Cardano ということで、難しいことは何もありません。何を隠そう、この記事は特に目新しいことはなく、この8月を振り返ってですね、この月を迎えたんですけど、迎えるにあたってというか、迎えましたけれども、この月の9月のこの半ばに向けてね、とてもエキサイティングなイベントがありますよね。それに向けて今ちょっとね、リラックスしつつ、8月を振り返り、心の準備をしていきましょうという意味で、特に目新しいことはありませんが、この記事を、お届けしたいと思いました。で、これは、タイトルなんですけれども、スマートコントラクトへの道、カルダノからゴーサインということで、はい、そういうことです。はい。ゴーサインが出ましたよというところで、これからどこへ向かっていくんでしょうかという形でですね、はい、今ちょっと見えちゃいました。ムーンって見えちゃいましたけど、はい、そんなに長くない記事になっていますので、お付き合いくださると嬉しいです。では、はい、タイトルからいきます。スマートコントラクトへの道、カルダノからゴーサイン、9月1日。これは5時間前の記事となっているので、一応1日付にはさせていただきました。はい、カルダノのスマートコントラクト機能の統合は、今現在チームにとって大きなプロジェクトとなっている。そのために必要なアップグレードのほとんどがほぼ遅延なくカルダノからリリースされてきた。これもね、本当にほぼ遅延なくリリースされてきたっていうのは、安心材料になってますよね。で、アロンゾホワイトハードフォークの成功に続き、チームはプロジェクトの次の段階に進んだ。8月初旬、アロンドパープルのパブリックテストネットが発表された。カルダノの開発会社 IOHK は、ネットワークがこれをテストするため、ユーザーの参加を開始したことを発表した。そこでは、参加者の前回のイテレーションからテストされ、信頼されたネットワークのテスターを使っているということで、IOHK のツイートがこちらに掲載されています。で、実際にはちょっとね、長めのこれだけの、記事というか、投稿になるんですけども、この1つ目と2つ目、ここまでをちょっとね、訳しましたので、シェアしたいと思います。IOHK のツイート、アロンゾ最新情報、この度、アロンゾパープルのスピンアップに成功し、本日新規ユーザーの登録を開始したことをお知らせします。これはアロンゾの旅の道中ではエキサイティングで重要な次なるステップです。事実、カルダノの旅でもあります。ブルーとホワイトフェーズで OG コミュニティテスターのサポートにより、アロンズパープルはスマートコントラストに対応する最初の完全にパブリックなカルダノテストネットになりますという発表がありました。これが8月7日のことですね。で、これによって9月に予定されているローンチに向けて市場がさらにポジティブに反応し、ネイティブトークンのエーダの価格は史上最高値を更新することとなった。1ヶ月の間に100%以上の成長を遂げたエーダは、ビットコインやイーサリアムのような市場を代表する他の暗号通貨を抑えて2.5ドルを突破し、過去最高の記録を更新した。離陸の準備完了ということで、はい、離陸しますよ。どこへ向かっていくんでしょうということですね。はい。では、離陸の準備完了。カルダノの創設者、チャールズ・ホスキンソン氏は、プロジェクトが順調に進んでいることをユーザーに伝えるための動画を公開した。まだこなすべき作業は多いが、ホスキンソン氏はリリースの予定日に変更はないことを確約した。そこここに少々バグはありますが、軽微なものです。その少々のバグも品質的にさほど問題はありません。そのバグをクリーンアップしていきます、と同氏は言った。はい、安心材料ですね。バグっていうのはどうしても出てきますので、ね、でもそれは軽微なもので、品質的には、さほど問題はないということです。で、これに先立って、開発会社の IOHK は、カルダノのテストネットに対するアップグレードの提案書を提出したことをツイッターで公開していた。 IOHK の言葉を借りれば、これはチェーンをアロンゾ時代に向けてハードフォークし、スマートコントラクト機能を有効にするというものだ。このプロジェクトではカルダノのステークホルダーとの会合を実施していた。25名以上が出席したこの会合は、そこでの決定がゴーサインとなるか否かを状況判断するものだった。ホスキンソン氏は、最終的には結果はゴーだったと嬉しそうに話した。こうして最終的なローンチを9月12日に予定することが確定したということですね。はい。こうして、テストを繰り返しながら、参加者、ユーザーをね、テストにさ
に参加して、テストネットに参加していただいて、会議もやって、まあ、こうして入念に、ローンチする日を決定したんでね、まあ、この日はもう動かないよということで、この記事でも言われています。そして、カルダノがいよいよ月へ、これ本当にね、言ってるんですよね。はい。カルダノセットフォーザムーンって言ってますね。ここ最近でもエーダは成長してきているが、その値動きも緩めていない。カルダノアロンゾパープルハードフォークの開始により、市場全体が前のめりに注目している。そのため、エーダへの関心が大きく高まっている。このことが、このデジタル資産の価値にいくらか関心を引くような影響を及ぼしてきた。まず、エーダは過去の高値を破ったことを皮切りに、現在、重要な抵抗ポイントである3ドルに再びトライする準備ができているようだ。これまでエーダ価格は高騰しても、それを破る寸前ですぐに押し戻され、最終的に2.95ドルでピークを迎えた。ということで、まあ今のところね、この記事でも言ってますように、3ドルはいってないんですよね。いきそうでいかないですよね。2.95ドルでピークを迎えたというところで終わっています。そして、まあ日本円ではね、300円いったんで、大喜びっていう感じだったんですけども、まあでもこの3ドルもね、そんなにやきもきしなくても、私は、まあ軽く超えていくんじゃないかなというふうに思っているんですけども、まあそれ以上にね、今まあ価格のことも言いましたけれども、そのカルダノの開発は常にもうそれ以上にね、価格のこと以上に力を入れてこれまで進めてきていますし、むしろ本当価格のことを言われるのがですね、チャールズさんはすごいこう違和感があるというふうにおっしゃっているんですよね。もう、そんなことよりもとにかく開発に力を入れて、テストにテストを重ねて、本当に安全でね、公平なインフラを提供できるように、世界的にですね、世界に提供できるようにという形で、もそのことだけをね、ほぼほぼそのことだけを念頭に置いてやっているという、そういうまあ取り組みであったわけです。で、その姿勢はこれからも変わらないと思いますし、ただ、かといってね、じゃあ投資家の期待に応えなくていいのかって言ったらね、そういうこともないと私は思うんですよね。やっぱり投資家はそこにこの、まあ、お金を投資してるっていうことは、それが資金源になって、このプロジェクトを支えているわけですし、なので、その結果的にですね、開発をものすごく頑張った、その結果としてね、まあ、結果的には投資家の期待にも応えることになっているというね、そういうね、いい循環をこのカルダノエコシステムは生み出しているなということを感じます。価格を吊り上げる、そういう操作一切なしで、開発に、世界を変えるために開発に力を入れてきた、その結果、投資家の期待にも応える形になっているというのがね、この、カルダノの姿だなというふうに思います。まあ、それはね、これからも続いていくわけですし、どんどん、すごいニュースが出てきてて、私もここで言いたいんですけどもね、まだ本当に、それはもう私のこう頭の中である程度こうまとめてからね、またお話ししたいと思うんですけれども、これからも、はい、イベント、そして、いろんなパートナーシップとかね、プロジェクトの目白押しでありますので、一緒に応援していきたいなというふうに思います。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。